皆さんお久しぶりじゃないですか。マイクオフにして、マイクをオンにして、なんかちょっと、いろいろお話ししてくださいよ。どんな話でもいいんですよ。すいません。お久しぶりです。いやー、よくお元気でよかったですよ。ねえ。なんか特に、ご報告することはないんですけど、日々の本業と、あと、お寺の参詣と、今年はお盆に私も倒幕用を初めてさせていただいて、いやー、よかったですよ。ちょっとすがすがしい気持ちになったりして、だね、仏法はね、実践しかないわけで、結局理論理屈でどんなに倒幕用が尊いって聞いてても、結局やってみて初めて感じるとこなんですよね。だからやっぱりそれが真実ですから、ご先祖は初めて浮かばれたんですよ、これで。先祖代々は無限なんですよ。無限の先祖がね、神無量寿、無量寿って書いてありますから、一人がやはり日蓮召宗の正しい信仰をして、そして正しい倒幕用をエコーすることによって、近くは、神七代まで、七代前まで救われる。そしてもう一つ遠くはやっぱり無量寿まで救われるって書いてありますからね。大変なあなたはね、孝行娘、先祖、本当ですよ。始まって以来の大変な孝行な娘として生まれてきた、子供として生まれてきたってことなんだよね。尊いことなんですよ。それ今に聞いてきますから、それがだんだん自分の人生に。で、今回浮かばらせてもらったと、ご先祖がね、束になって今度さんをお助けに回ってくるわけですよ。だからね、じわじわっと信仰さえ、先祖はだからさんが積んだ功徳をエコーしてもらってるわけだから、さんがこれからもっと功徳を積めるために先祖はいろいろ働いてくれるんですよ。もっと功徳を積んでくれと。で、その功徳を積んでくれないことには、どんなに塔婆立ててもその先祖に行く量はすごい少なくなっちゃうんですよね。我々が積んだ功徳を手向けるんだから、うちらがその勤行もいい加減で、唱題もいい加減でつって、塔婆だけまあなんとかやっとけばいいやって、そうすると功徳はもうめっちゃ薄いんですよ。そうすると先祖は、これじゃ足らん、これじゃちっともお腹いっぱいにならんっていうことで、それで皆さんが信心を進められるような、もっともっと功徳を積めるようなところで妨げになっていることを排除してくれるように回ってくれるんですわ。だからこっちが信仰を進めようと思わないと、その先祖の配慮とこの気持ちが合致しないんですよね。なので、いやましてご先祖を喜んでいただくためにも、いやましてこの勤行を真剣に、もうやることはね、だいぶ定着してきたと思うんだけど、この心を込めてっていうところが次の課題なんですよ。心を込めるっていうのは、どこまで行ってもその最高というのはないからね。ここでよしっていうのはないから、どこまでこう心を込め真剣にやってもまだまだ真剣にできるし、そして、あと唱題もそうですけど、あれ、さんっていうのはご本尊はご安置できてんだっけ？あ、じゃあもう心置きなく唱題もできるし ね、素晴らしいことですよ。いやー、じゃああなたは本当にね、ご立派な、やっぱり家系の中で本当にご立派な生まれをしたんですよ。では、始まって以来のご本尊様をお迎えしてるわけですからね。大変なことですよ、これ。ね。なので、またね、そのこともあるし、あと、なんか疑問とか、不安とか、もしなんかあれば、それも今言ってもらえれば、お答えできることはできます。あとは、日々ちゃんと、
勤行商材頑張るのみと、あと信じて続けることっていうか、ちょっと私には足りない部分があるかなって思うので、そこをもっとしっかり、やっていきたいと思います。ということでございました。はい、ありがとうございます。またね、お声聞くと思いますけども、じゃあ、